24カ国が1ヶ月にわたって熱きバトルを繰り広げるサッカーのアジアカップ。開幕からもうすぐ1週間、すべてのグループが1戦目の戦いを終えた。 A 組では一足早く2戦目も行われ、開催国のカタールが決勝トーナメント進出を確定。それ以外の組では優勝候補のオーストラリアやイラン、韓国、サウジアラビア代表が順当に勝利。日本代表は19日金曜日の20時30分からイラク代表との2戦目を行うが、日本代表がもし1位で決勝トーナメントに進出した場合、ベスト8をかけて B、E、F 組のいずれかの3位チームと試合を行う。また日本代表に善戦したベトナムのように衝撃を与えているのが F 組に所属するタイ代表。アジアカップの過去7大会で一度も初戦に勝利したことがないタイ代表であったが、キルギス代表に勝利し、サウジアラビアを抑えて F 組の首位スタート。この試合はタイ代表を率いる石井正忠監督にとっても初の公式戦であったが、見事な初陣でタイ国民を喜ばせた。以下、初戦を終えたアジアカップや日本代表に対する海外の反応をご紹介する。南野がベストイレブンを受賞。第1節のベストイレブンが発表された。アジアカップのスターはこいつらだ。南野が日本代表から唯一の選出だ。おめでとう。東アジアからイガンインとファンインボム、そして南野匠。カタールと韓国が多いな。この中に選手より目立った主審の名前がないのは残念だ。南野はこのベストイレブンの受賞にふさわしい、いやそれ以上の素晴らしい存在だ。2ゴール1アシストの活躍。フランス人だが、ベトナムが南野相手に何かできるわけがないだろう。リーグ戦で南野を使わなかったクロップはろくでなし。南野は2つのカップ戦で得点王だった。南野にはスター性がある。戻りたくなったらいつでもリバプールに帰ってきてくれ。南野はフランスリーグでトップ5に入る素晴らしい選手。そして彼がもっと良くなることを私は知っている。みんなもっと南野のことをリスペクトしてくれよ。彼はアジアのキングにふさわしい。ちなみにリバプールの新しいカップ戦のスペシャリスト、コーディ・タキガクポって言うんだ。少なくとも私にとって南野はレジェンドだよ。リバプールがアジアの才能に関心を寄せるきっかけを作った男だ。タイのスパチャイが南野の横に並んでいる。すごい。東南アジアの選手で唯一得点王争いができる選手、それがスパチャイ。タイはこの後のことを考えると先が思いやられるが、今だけはこの瞬間を楽しませてください。スパチャイはアジアカップの得点王になるだろうな。こんなに良い名前なのにうまくいかないはずがない。イガインはどこに行ったの？彼も2ゴールを決めたよ。南野は1アシストを決めたし、右側の2人は出場時間がイガインよりも少なかった。全員2ゴールなのにあえて順位をつけるのはフェアじゃないな。日本、ヨルダン、タイ、今回のアジアカップはここから得点王が生まれるのか。得点王争いはカタールのアルモエズアリに注目。初戦でゴールし、アジアカップで歴代2番目に得点が多い。歴代最多はアリダイの持つ14ゴール。現在10ゴールのアルモエズアリがどこまで近づくことができるか。得点王はイランのタレミか南野じゃないかな。タレミはインテル行きが決まりそうだ。イランはこの世代で優勝できなかったら、次いつチャンスが巡ってくるか全くわからんぞ。日本代表を褒める海外の反応、非常に興味深いことを見つけた。アジアカップにもかかわらず、アジア人の監督はたった6人だけだ。監督の国籍がチームと一致しているところは3つだけ。オーストラリア、イラン、そして日本だ。韓国と日本は監督を輸出している。アジアの監督の6人に4人が東アジアの出身だ。ヨーロッパの監督は15人。サウジアラビアのマンチーニが苦戦する中、ベトナムはアジアを知る監督を起用した。実際のところ今の日本代表の活躍は素晴らしい。いやおぞましさを感じるレベルだ。ついに日本人の監督が議論される時代がやってきた。森保はヨーロッパで監督をする日が来るかもしれない。前例はすでにある。トッテナムのポステコグルーはオーストラリア代表や日本の J クラブでキャリアを積んだ。森保は英語で複雑な考えを伝えることができない。だが長谷部のような選手には可能性がある。日本はアジアカップ優勝の最有力候補。直近11試合で4ゴールを決められなかった試合は1試合だけ。連勝の中には2022年にワールドカップに出場したドイツやカナダ、チュニジア代表が含まれている。彼らはボールを愛するサッカーをしている。素早く、そして効率的にゴールを量産している。日本代表はアジアサッカー界におけるゴジラだね。対策しようとしても失点は避けられない。日本代表は強いよ。ベトナム代表にリードされてもレアルマドリードのように逆転してしまう。日本の強さは本物だね。失点しても結果を見たらいつの間にか逆転している。そうそう、日本代表の連勝記録の話をするときはコロンビア人に気をつけてくれ。はい、皆さんこんにちは。日本にもドイツにも勝てるコロンビアですよ。ベトナム人です。素晴らしい試合で感動しました。チャンピオンになってください。日本はブルドーザーのようにベトナムを10対0で破壊すると思っていたが、2対4の結果には満足。インド人だが日本の兄弟たちは素晴らしいゲームをした。
こんな試合を見せてくれるからずっと好きなんだ。ベトナムも台風や洪水など自然災害が多い。サッカー以外のことも日本を見習っていつか追いつきたい。日本とベトナムの試合は美しくエンターテインメントがあった。ベトナムはいい気概を見せたね。 B 組の開幕戦は本当にクレイジーだった。トルシエの教え子だった日本は前半終了間際に成長を見せつけた。トルシエは海外組がに30人になると2000年初頭に予言した。実現した今の日本代表がこれです。日本の回復力と競争力、そして冷静さ。サッカーが90分間のスポーツであることを日本は教えてくれた。タイ代表に対する反応、インド人だが私たちが4対1で勝利したタイ代表とは全く別のチームだ。劇的に良くなっている。石井によるジャパンスタイル2024だよ。確かに前回のアジアカップは初戦でインドに1対4で負けた。でもグループステージを突破したのはタイ代表。タイ代表とインド代表、またウォーエレファントとブルータイガーで試合をしましょう。これは間違いなく石井の功績。何が素晴らしいかって、スタメンの半分以上が石井がクラブで教えた選手。怪我人やクラブ活動を優先するために代表を辞退する選手がいる中、国のために戦える選手を揃えた。代表の活動をボーナスと考える選手を石井は使わない。チームのために全力を尽くせる選手を伸ばしていく。この試合の MVP は石井だよ。2ゴールのスパチャイよりもね。以前の監督とサッカーが全く違う。石井先生ありがとうございます。監督のおかげでタイ代表に規律が生まれました。タイの選手はみんなが走り、相手を押しつぶそうとアグレッシブになっている。日本のサッカーの基準はタイのサッカー選手全員が学ばなければいけない素晴らしいお手本ですね。怪我でここにチャナティップが来れなかったことが本当に残念。彼がいたらもっとすごいことになった。石井はそれほど口数が多いわけではないが、いつも礼儀正しくて発言に説得力がある。この男は真剣にタイ代表のことを勝たせようとしており、前向きな提案をしてくれるから好きだ。石井は守備の構築が上手で選手の組み合わせも良い。タイで2年連続3冠のこの人に8年任せるべき。石井の通訳もだ。石井と顔が似ているから監督は流暢にタイ語が話せるのかと思って混乱した。アジアカップの初戦で初めての勝利。この試合は私たちの歴史として刻まれた。タイ代表が無失点なんていつぶりだろう。こっちはジョージア代表に8対0で負けるチームなんだよ。石井が監督になって日本代表と試合ができた。あれほどいい教科書は存在しないよ。当たり前だ。タイもヨルダンも大会前に日本と試合をしたから無失点勝利だ。キルギスはタイよりも FIFA ランキングが上だし、ベトナムやオマーンよりも強い。それなのに勝てた。さすがにサウジアラビアには負けると思うけど、オマーンに勝てば決勝トーナメントに進出できる。試合後の日本人は審判のことを批判しない。見習ってサウジアラビア戦に備えよう。また VAR で大騒ぎしそう。でも舞台が ASEAN ではなくてアジア全体であることが本当に嬉しい。メキシコ人だがタイのプレーには好感が持てた。彼らはとてもスピーディーでダイナミックだ。ラテンアメリカからタイ代表の感想が聞けるなんて、アジアカップの影響力はすごいな。タイ代表が決勝トーナメントに進めることを祈ってるよ。ライバルのベトナムより。ありがとう。3位通過でもし日本代表と戦うことになったら、ゴールを決める方法を教えてください。秘宝。このチャンネルはいつ吹き飛んでもおかしくない弱小チャンネルです。動画が投稿できているのは皆さんの一つ一つのいいねやコメントのおかげです。もしよかったら今後も一緒に世界を驚かす日本サッカーを応援してください。